ャンジャガジャガジャガジャンジャンジャガジャガジャガジャンドゥージャガチネコ、ここからドゥーじゃあ全然聞いてくれない、するしない。新年明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。ということで、ひなたんの麻雀するしない2019年始めまして、年越した後同時にアップすることなんて今までなかったですよ。すごいね、この時間の更新、ね、やる気すごい、うちのスタッフさすが、うん、新年に向けていろいろあるんでしょうね、思うところが頑張ろうみたいな、うん、そう。そして初めてのね、するしないは何やろうかと、はい、考えまして、2019年初ね、まあ、正月っぽくなってるんだけど、うん、もうすでに、うんうん、目標を抱負的な、そうそう、はいはいはい、抱負を書くんだけど、ただ書き初めするのつまんないなと思って、はい、皆さん宛てのプレゼントで年賀はがきに、はい、あの今年の目標だったり抱負だったり思ってること書いて、はい、なんか1名ずつおプレゼントしようかなと。すごい、本当に送られるってことだね。そうね、でちゃんとここにお年玉のくじついてるからそうだね、うちゃんとした年賀状ですね。だからあのこれ一枚で終わらないかもしれない、かもしれない。そうそうそう、さらになんかもう一個お楽しみがあるかも。私たちから届いたのがすごいなんかいいグッズが当たったりお金になってするかもしれない。すげえ。なんでこちらを書いていきたいと思うんですけれども、どうする、年賀状に抱負書いたことないんだけどさ。確かに、なんて思うところをさ書き殴ったら私もうなんか自分の欲ばっかりむき出しになっちゃういいよ、もう34は欲出していかないともう人生終わっちゃうよ。もうなんか女の子、うん、女の子してなくていいかな、いや欲を書き殴っていいから。もう全然好きなこと書いていいよ。本当、うん、私も好きなこと書きたいと思う。あいちゃんどうせ絵描くんでしょ、やめて。絵描くでしょ、だって描かないでしょ、絵なんか無理でしょ。あいちゃん、あいちゃん何年だって、もう漢字書けないけどググっていい漢字いいよちょっとイノシシ年ですよ。イノシシね、イノシシってさ、イノシシの絵描ける、見れば描けるんだけどな。よし、はい、じゃあ描いていきます。マジ、ちょっと内緒にしたいか隠すわ。マジでしたい、この門松で隠すわ。あーちゃん持ってて、持ってて隠して。え、なんかでもさ、あれでしょ、うん、明けましておめでとう的な書くよ、書くでしょ、それは書こう。ちょっと待って、イノシシイノシシの絵書けない。イノシシってあれでしょ、豚ちゃんみたいなやつ書けばイノシシになるよね。イノシシって書かなきゃいけないの。え、イノシシって耳あったっけ。耳あるでしょ、耳はあるべ、豚みたいな耳。そうで、なんか鼻のとこ豚ちゃんみたいになってて、うん、おいで、茶色だよね、茶色でもでも筆ペンなんだよねよし、もう行こう、ノリで行こう、こういうのノリ、うん、はい、できました。じゃあ、あいこから行こうかな。いいよ。はい、私の年賀状はこのようになりました。なんかあれだよね、デザインっぽくなるよね、アイちゃんが描くとね。横文字だしね、これちょっと大きくどうせ出してくれるでしょ。うん、新年明けましておめでとうございます。はい、美味しいつきたてのきなこ餅が食べたい。ちょっと待って、それが今年の目標だよね、今年の夢だよ。夢、うん、きなこ餅食べれればええの。違う、美味しいつきたてのきなこ餅が食べたいの。つきたてって今の時期ね。でもきな粉は準備できてんの。早くない？あとは餅、夢の準備早くない？あとは餅でできる。しかもさ、これきな粉でしょ。そうよ、ちゃんとだってお砂糖入れないともうただのなんかパパパって粉。三温糖入れるからいいの。しかも三温糖、うん、高いこれね、きな粉餅がもうこれね、2018年のね終わり頃からずっとこの目標を持って生きてたのよ。結構1ヶ月ぐらい経つね。もう全然経つもうほんと食べたくて何度もスタッフに掛け合ったのに、うん、餅つき機買ってくれなくて。いやいや、餅つき機はやばいで。2万円ぐらいのいいやつが欲しいんですよ型落ちしてる1万2000円とかじゃなくて、パンも焼けて。パン焼けなくてもよくない？でもお家でパン食べたいじゃん。でここの経費で買ってもらったひなたの家に持って帰るの？持っていけば家で美味しい餅とパンが食べ放題なんですよっていうのをすごい願望で言い続けたのに、
年賀はがきだけ渡されてこれは自分で買ってきたんですよ私。もうさ、じゃあこれきなこ餅が食べたいじゃなくてさ、その餅つき機が欲しいってことでしょ。そうか、そっちじゃない。でも餅つき機が欲しいはちょっとなんか可愛くなくない。可愛くない ね、こっちの方が確かにちょっと可愛い。きなこ餅の方が可愛いですよ。つきたてのきなこ餅食べたいって言ったら、あの機械買わなきゃなってなるわけね。でしょ。これが今、まあ2019年一番最初の目標だよね。ああ。これを、ね、そう、これをこなしたことによって次の目標とかが生まれてくるわけ、人として。まずこれがないと次の目標いかないのね。いけない、いけない。でちゃんと、しかもじゃあサイン入りで。やばくない？これよくない？イノシシもイメージで書いてみました。いや、イノシシうまいね。こんな感じだよね、イノシシって。多分ね。でもここじゃなかったっぽいですね。あ、違うんだって。え、ここじゃないの？ここじゃないんでしょ。こっち側なんだよね。ここに線なんだよね。え、じゃあ私合ってる。ハルちゃんは黙ってたほうじゃない。なんで、なんで。じゃあ私のこんな感じでこれを1名様に抽選でプレゼントしたいと思います。可愛い、欲しいね。あ、餅ちゃんとこれググったやろ。 餅だけググったわ。そうでしょ。他ググるとこあったかぐらいだもんね。餅わかんないけどググったわ。はい、可愛い。これですね、目標。じゃあ、そして次、はい、中里春奈さんの今年の目標。はい、2019年の目標って言われたらなんか3つくらいあったんで、もう3つ全部書きました。もう1個とかじゃない。きなこ餅じゃない。うん、はい。金河新年目標1、結婚2、残留3、安産。私もよろしくね。なんかすごいね、1富士、2鷹、3ナスビみたいな。なんか全部あれ、ハッピーじゃない、ハッピーじゃない。なんでハッピーじゃん。残留と結婚があるけど、もう年内に埋もうとされてますよね。違いますよ、これは私じゃなくて、アイちゃん。あ、アイコか。びっくりした、ハルちゃん、トスキとかでもう年内埋む予定なのかと思った。もうすぐ仕込まないとじゃん。もうすぐ妊娠しないと。11月とかに間に合う。まあ、自分のことガンガン書いてったけど。ありがとうございます。そうね。あ、そっか、そういうこと書いたんだ。きなこ餅食いたいとか言ってもいいんだね。安産だわ。愛ちゃんの安産だ。いや、雨受ける、ごめん。そうでしょ。そうだわ、そう思うわ。やっぱり、あのね、愛ちゃんの安産。なんで、春、これ見た人も、え、春ちゃん、結婚したら残留して産むんですかみたいな。まずはここでしょ。来年だったらこれを自分のためにかけるようにしたいかなっていう ね。残留はリアルね、特にね。そうでしょ、リーグ戦ね。でもできれば昇級でしょ。できれば昇級は言えてないからもうダメかもしれない。早急って言って昇級を早急に。もうやばいじゃん、34勝てたら、ね、昇級した時に、昇級の給を給料の給にして、めっちゃツイッターでいじられたんで。やばいじゃん、お金じゃん。違います、お金かいみたいな。ね、いや B2 ね。そう、今回もね、最終節結構こけて。あったね、アイコ応援して LINE してたわ。めっちゃアイちゃんと LINE して。仕事してぐらいアイコのハルちゃんのちょっとあれだけ。でもさ、現地行ったハルちゃんちょっとうざがるかなと思って、そっと SNS でこう。そう、ずっとね。ちょっと見て、そう、タイムライン。そう、見ててもらって、今こんなんだったよって言って。ね、あれは暑かった。いやー、暑かったです、本当に。まあでも無事にね、残留できたんで、はい、去年は。もう一回。今年も、まあ、せめて残留、願わくば昇級。そうだね。なんかいいね。目標が誰よりもガチな子に出てきたから、なんか結構面白かった、ね。ちゃんと書いてって言うから、ちゃんと書いて。ちゃんと書いて。これはじゃあ、抽選で1名ずつ1名で、はい、プレゼントしたいと思います。ぜひ私の熱い欲望を受け取ってください。さあ、こちらの応募方法なんですけれども、ご覧いただいた YouTube の下のコメント欄に、年賀状欲しいよって熱く書いてください。そうすると、どっちかが当たります。はい。そう、ちょっと2名に私の欲望を受け取れませんみたいなのは書かないでください。ひなたさんのきなこ餅はいりませんとか書かれてもそれはもうこっちが言っちゃうかもしれないので、はい、コメントしてほしいって書いていただければ抽選で2名の方に、はい、どちらかが行きます。行きます。ちゃんとあなたの住所を、ね、こっちに書いて書きまして、はい、でこのねお年玉が当たりますようにと、ね、お祈りしまして、はい、こちら皆さんぜひゲットして1年間よかったら語ってみてください。はい。さあ、というわけで今年もね1年間、はい、ま
ね、またあっという間だったからね。いやすぐだわ、うん、そう1年また早いよ。早い。またこ今年もね、どうぞはるちゃんも私と一緒に、はい、よろしくお願いします。 YouTube も麻雀も今年も最高位戦もどうぞよろしくお願いします、はい、ということでね、また明日も動画上がるんで、はい、そちらでまたお会いしたいと思います。はい。さあ2019年どんな1年になるんでしょうか。皆様素敵なお正月をお過ごしください。バイバーイ。バイバーイ。